大塚製薬サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。大塚製薬のサッカー部として1955年に創部した。1994年から1998年までは大塚 FC ボルティス徳島と呼称していた。日本プロサッカーリーグ加盟の徳島ボルティスの前身となったクラブである。 1955年に大塚製薬のサッカー部として創設。1971年に全国社会人サッカー選手権大会に初めて出場したが、1回戦で東亜不動産サッカー部に0から3で敗れた。なお、1973年大会の新日鉄室蘭戦で全社初勝利を挙げた。また、1973年の 第53回天皇杯全日本サッカー選手権大会に出場し、1回戦で大阪経済大学を破り天皇杯初出場で初勝利を挙げた。1977年に開始された四国サッカーリーグに第1回から参加。1985年に徳島県リーグに降格した。1988年大塚明彦本社社長の意向もあり、 それまでのサッカー部とは、性質の異なる、本格的な企業をサッカーチームとしての、新生大塚製薬サッカー部が新設された。リーグ規約にのっとれば新生サッカー部は、徳島県社会人、リーグ3部からの参加になるはずだったが、旧サッカー部と入れ替わる形で一部リーグからスタートを切った。日産から引き抜いた。 山で国を監督の下で1989年には四国リーグへ復帰して4度目のリーグ優勝を果たし、その年の全国地域サッカーリーグ決勝大会で準優勝の成績を残して1990年より日本サッカーリーグ2部へ昇格した。1992年に発足したジャパンフットボールリーグ1部へ参加した。1993年に リーグ戦を開始するため全国から参加チームを募っていた日本プロサッカーリーグへは参加しなかった。1993年9月、徳島県に四国から初めての J リーグチームを誘致するために民間の有志が市民団体を結成し、徳島県サッカー協会が主体となって約24万人の署名を集めた。1993年12月、 市民団体や県サッカー協会、徳島県、徳島市、鳴門市から構成される誘致検討委員会が発足し、プロクラブのホームスタジアムとして、明財群石井町の県所有地に、徳島県営のサッカーラグビー専用競技場を新規に建設するとの検討結果を決定した。1994年3月、徳島県と石井町、大塚製薬は、 大塚製薬サッカー部を母体として、プロクラブを発足させることで合意し、5月に出資、協賛金を集めるための推進協議会が設置された。徳島の新チーム計画でも年間運営費20億円以上、補填が必要な赤字額は、年6から7億円と見込まれていた。この多額の出費に対する疑問が生まれ始め、大塚製薬元会長、大塚製紙の強硬な反対が、 決め手となって、同年9月13日に巡回員申請を断念。推進協議会も運営会社の設立を断念した。また、上記のスタジアムの建設構想も立ち消えとなった。しかし、この結果が大塚の地獄の始まりであった。ナルトの渦潮1995年、大塚製薬サッカー部は従来の体制のまま、 大塚 FC ボルティストクシマという愛称で活動することになった。ボルティストは古くから有名なナルト海峡の渦潮からヒントを得たもので、イタリア語で渦のボルティチェに T トサ、i e エ S サヌキと四国各地の旧国名を絡ませ、四国を代表しようとする姿勢を表現したものと説明された。このチーム名は J リーグ加盟を前提として1994年に、 市民からの公募で選ばれたものである。1998年、翌年に創設される J リーグディビジョン2への参加チームが発表されたが、大塚 FC はこの J リーグ拡大に参加しなかった。一方、J に創設により消滅する予定だった JFL だが、アマチュアの全国リーグ存続を求める本田議権の要望を入れて1999年から、 日本フットボールリーグが発足し、大塚 FC も JFL へ参加した。なお、当時は、ブラジル人選手はプロ契約を結び、日本人選手はプロ選手と、大塚製薬社員のアマチュア選手が混在していたが、J リーグへの道が見えなくなった。平岡康史生や土井義則は、プロクラブへ移籍した。1994年の天皇杯でジュビロ岩田、1996年の、 天皇杯で横浜マリノスにそれぞれ勝利した。1998年12月12日、大塚 FC は第78回天皇杯3回戦で横浜 M への九州合併が決まっていた横浜フリューゲルスに敗れた。これはボルティストクシマの名前で望む最後の試合となり、ゴールを決めた MF アウミールと FW。 磯山和氏は、それぞれ J2 の FC 東京と大宮 RDJ に移籍した。1999年、大塚 FC は、大塚製薬サッカー部に登録チーム名を戻し、旧 JFL から J2 に参加しなかったアマチュアチームを中心に結成された JFL に参戦して6位となった。また、同年の第35回全国社会人、 サッカー選手権大会にも出場したが1回戦で敗退した。2002年の第4回 JFL では17試合10勝7分というリーグ無敗記録を作ったが3位に終わりホンダ FC のリーグ優勝を許した。第82回天皇杯3回戦で名古屋グランパス8に敗退したのがこの年の公式戦で唯一の黒星だった。なお、 この年には、土井義則が復帰し、プロ選手として最後のシーズンを過ごした。2003年、大塚製薬は JFL 初制覇に挑んだ。勝ち点差後の首位で迎えた後期第14節は2位のホンダ FC とアウェーのホンダと電サッカー場で対戦し、3から3で引き分け、残り1試合を残して JFL 初優勝を達成した。 シーズン中である8月に開催されたプレシーズンマッチでは中村俊介が所属するセリエーレッチイナカルチョを迎え中村に先制ゴールを奪われるも4から2で勝利した第83回天皇杯は1回戦2回戦を大勝し3回戦は一昨年に0から5と大敗を喫した相手ジェフユナイテッド市原に再び挑むもこの年も0から5の大敗 なお、この年限りで、大塚製薬のエースとして活躍してきた、関口隆夫が引退した。一方、徳島県サッカー協会は、県内トップチームの強化の必要性を痛感し、もし、大塚製薬にその意思がないならば、自前でクラブを作って、J リーグを目指そうと決断し、2002年に、徳島 FC カバロス2002を発足した。 最下層の徳島県リーグ3部 B からのスタートとなったが県協会のバックアップで早期の昇格を目指しており、毎年昇格が叶えば2008年に J2 へたどり着ける計算だった。2003年4月、徳島県知事に就任した飯ズ家カは選挙公約に徳島に J リーグクラブを作るという1項目があり、 徳島県サッカー協会によるプロチーム設立についての公開質問に対しても慎重な態度であった前知事大田誠に対して、イーズミは県のプロジェクトとして実現させると答えた。当選後、イーズミはその公約通りに J リーグクラブの創設へと精力的に取り組み始め、県庁内にプロジェクトチームを組織し、自らも大塚製薬や徳島県サッカー協会との 交渉を始め、検討の結果、新チームの母体は、大塚製薬サッカー部とし、本拠地は、ナルト陸上競技場の小規模改修で予算を抑えるという案になった。徳島県の方針に対し、選挙でいい泉を支援した大塚製薬は、サッカー部の譲渡を認めた。また、大塚製薬は新会社へ出資するとともに、新チームのユニフォームの胸スポンサーとして4億円の、 年間運営費の多くを負担し、グループ内の各企業もこれに習うことなどが決まった。しかし、新チームは県民チームであり、運営会社は大塚グループから外すこと、練習拠点は徳島県が早期に整備して、大塚製薬所有のグラウンドから移転することなどが定められた。林一博大場圭 片岡伊佐鬼などの大塚製薬の社員選手は、J2 参加後に、大塚製薬の出向社員として2シーズンの猶予が与えられた後、サッカーを引退して社業に専念するか、大塚製薬を退社して、プロ契約を結ぶかのどちらかを選ぶことになった。一方、徳島県サッカー協会は、イ泉ズミの構想に当初抵抗したが、カバロスを新チームの下部組織に移管することで合意した。 さらに、焦点となっていた新チームの名称も、ボルティスの復活を認めた。ただし、今回は、徳島を愛称の前につけ、ティズと徳島以外の四国三県を関係づける意味を除去するなどの手直しが行われ、2004年7月に新チーム名、徳島ボルティスが発表され、9月に運営法人、株式会社徳島ボルティスが設立された。 第6回日本フットボールリーグは後期第6節まで18勝3分、前年からの無敗記録を33試合に伸ばし、独走体制を築いた。リーグ戦が中断した8月にはサウジアラビアでの国際親善大会アブードラ・アルファイサル・プリンスカップに田中監督と4人の選手が参加した。後期第10節、10月24日に、 豊田市運動公園陸上競技場で行われた伝送戦で11から0で圧勝した段階で J リーグディビジョンに参入の成績面での条件である2位内を確定させた11月21日に本田 FC を破り横浜 FC、本田 FC に次ぐ史上3チーム目の JFL に連覇を達成した12月6日 J リーグ理事会で 大塚製薬サッカー部の J に参入が承認され、四国初の J リーグクラブが誕生した。JFL で21ゴールを挙げて、得点王になった林が最優秀選手に選ばれ、得点ランク2位の大島康明とベスト11で、FW の2人を独占した。他にも田中が最優秀監督、ベスト11には DF で、谷池洋平と石川雄二、MF で片岡と、 筒ついき賞の計6人が選ばれた。当初単独チームで J リーグ入りを目指していた徳島 FC カバロス2000には徳島ボルティスに異常し、第一種のアマチュアチーム徳島ボルティスカバロスに移行した。主として将来のプロ入りや国民体育大会出場を目指すアマチュア選手によって構成し、プロチームとユースチームの中間的な位置づけとなった。その後、 四国リーグ昇格2年目から優勝2回2位2回と四国リーグを代表するチームとなったもののクラブの財政的な問題により2010年シーズンをもって9部となった。また、大塚製薬の社員選手は2006年に進路選択を迫られオーバー現役を引退して社業に専念。片岡は徳島とプロ選手契約を結んで大塚製薬を退社。 林は選手を引退して、徳島のユースコーチに就任など、それぞれの道を歩んだ。徳島県、鳴門総合運動公園陸上競技場、ABA 公園の軌跡、63ページ、ABCD、J リーグ誘致、飯ズミ知事は、ゴール導けるか朝日新聞徳島版、2003年11月23日、2014年3月15日閲覧。 徳島ボルティス・オドルアホーがやってくるナンバーウェーブ栄光への奇跡30ページ JFL での1シーズン無敗記録はこの時のみ。この時の33試合連続無敗は JFL 記録で2003から4年の2シーズンにかけて大塚自身が作った大記録とともに現在も残っている。メンバーは GK 川北雄介、DF 石川、MF 筒井、FW 大島。 ABA 校への軌跡38から39ページ。A 校への軌跡246から248ページ。ありがとうございます。